何も頑張ってこなかった人間たちが二十歳過ぎぐらいに集まってくるイメージだったんですよね。ホストって昔、今は大学卒業してますとか、今の昼間の会社では役職もあるんですけどホストやってみたいです。それぐらいホストクラブの間口が広がった時に、その分中途半端な人間も来るんですよ。大丈夫だからとりあえずやったら稼げるよとかっていうつもりはないんで、まあ難しいです、簡単にお金を稼ぐなんてことは。いや、みんな初めて見るから。今日プラチナ の拡大展が4月に半ばぐらいにできるかなというところなんですけどの、内装チェックに来ました。あ、そうだな。これじゃあ、あれば誰入ってきたの？なんで店広くなって背負いちっちゃくなるの？全然足りるって言われたんだけどな。防犯カメラ、あそこの散髪すげえな、マジで。配線めんどくさかったんでしょ、うん、そういうこと？そんなこと。これ天井何なんなの？天井も鉄なんですか？何なんですか？鉄だね。これサスケできますね。は？お疲れ様です。お疲れ様です。ヘアメイク前に、ヘアメイク前に突撃ですか。すいません、今日なんかどっか行かれるんですか。ああ、まあ今日も仕事ですよ。新しいとこが内装 99% ぐらい完成したんで。これもしかして LED ですね。あ、これグループの LED ですか。まあプラチナ単体の。ああ、なんかトラックの LED だったり。そうですね。お店にもこの LED も。あ、あれ？いましたね。いましたね。いましたね。そろそろ来ますよ。はい。あれ？はい。あれ？はい。YouTube の広告が。うわあ。すごい。めちゃくちゃ広くないですか？まあそうですね、わざわざ引っ越すぐらいですから。なかなか新しいホストクラブが誕生する前に営業一発目もしないのにカメラ入るってことあんまないですよね。ここは何ですか？メインホール。うわ、天井すごくないですか？天井に LED をこんなにいっぱい貼り付けたんですか？はいはい、35面とかですかね。35面。はい、なんか1枚大きいの撮るよりこういうデザインのってあんまりないじゃないですか。はい。やっぱこれ見た瞬間に内装でこれいいなと思いましたからね。へえ。目玉の一つじゃないですか、やっぱりこういう天井 LED。 照明とかシャンデリアとかっていうホストクラブのイメージからちょっとガラッと変わってますね。じゃあ VIP ルーム見ますか。ここだけじゃないんですか。そうですね、ここだけじゃないですね。黄金の間って名前つけてました、さっき浜崎で。黄金の間。黄金の間、案内お願いします。黄金の間、はい。いらっしゃいませ。黄金の間です。うわ、ビップルームって言わないかって考えてるんですね。黄金の間かマハラジャルームかちょっと今考えてるんですけど、よくあるお店のセミビップとかそういう呼び方やめて。へえ、あれこういうところも全部金色ですね。そうなんですよね。ここもこだわりがあるんですか。ここ、こだわりあります。ホストクラブってこういう長いソファーって普通ないじゃないですか。だいたい個別なんで。だけどプラチナって団体のお客さんめちゃくちゃ来るんですよ、はい、
観光の方とかもどんなお客様が来てもちょっと楽しんでもらえるように、 VIP ルームだからどうこうっていうよりかはあのどんなお客様も対応できるような、あので特別な入り口もあるんです。こっちから特別な入り口、まあオートロックなんですけどこういう、あっちにエレベーターあって、はい、こっちからも出れるって、ね、そうですね、例えばあのデヴィ夫人とか来ても大丈夫なように、あ秘密の通路、そうそう、メインフロアを歩かせるわけにいかないんで、そしてまあトイレとかですよね。デヴィ夫人が来ること想定されてるんですか。そう想定します、やっぱり。やっぱトイレも普通にもう出てそんな向こう側歩かないんで。えちょっとトイレなんか見てみますか、はい、うわ確かに頑張りました。ここのトイレだけで普通のあの結構いい便使いますね。ここのトイレだけで、ええ、だいたいこれいくらぐらいするんですか。2億超えますね。大気にあの幹部とかにしてもらってるんですよ。あ、もう何人か来てましたか。はい、あ本当ですか。ストーリーズでやってきました、うん、歌舞伎町の乱社長が同じになる。あそうですね、もう歌舞伎町の乱社長をこすりまくって、フルに使えるところ全部使って、でもやっぱすごいあれで求人すごい来ますよ。だってあれでケイティの株もね爆上がりしてね。ありがたい、ありがとうございます。今日は何されるんですか。あ、今日はもうその夢見る若者たちにホストとはみたいな、そういうことですよね。そうです、そうです。上野より、プラチナ本店、拡大移転、説明会を始めさせていただきたいと思います。それから社長から、簡単にご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、どうも初めまして、スナランです。何も頑張ってこなかった人間たちが二十歳過ぎぐらいに集まってくるイメージだったんですよね、ホストって。昔今は大学卒業してますとか、今の昼間の会社では役職もあるんですけどホストやってみたいです。それぐらいホストクラブの間口が広がった時に、その分中途半端な人間も来るんですよ。大変なことなんて腐るほどめちゃくちゃあるんですよ。怒られることもいっぱいあると思うし、覚えなくちゃいけないこともいっぱいあるだろうし、それを本当にあの耐えられるよっていう人間だけ本当に残ってほしいなっていう、本当に自分耐えられます、どんなことでもやりますって言った人間が、残ってほしいな。大丈夫だからとりあえずやったら稼げるよとかって言うつもりはないんで、まあ難しいです、簡単にお金を稼ぐなんてことは。ただ夢もあります。その分一緒に努力して、僕は22歳の頃に、月収で最高1400万だったとかもらうぐらい、それぐらい夢がある仕事でもあるんで、根気強くやる気と、あの諦めないっていう心次第で僕は絶対に成功できると思ってるんで、でそこの、成功するための、アドバイスだったりとか道しるべを作れるメンバーっていうのは間違いなくプラチナにいるんで、仕事に対しての熱量というか、こう同じレベルでできる人間がこんな何人もおる店ってなかなかないかなと思って、でその中で一緒に戦える仲間っていうのを僕らも欲しいんで、未来のスターたちがいると思うんで、一緒に頑張っていきましょう。本当に株式をトップの店を目指したらいいなって思ってます。もう入店するやん。そうやんな、はい、そうやん。ほんまに結局はその誰と働くかやから、どうやって売れるようになっていったのか。お客さんを 100% で楽しませてれば、ホストってのがあれば、一日一日つくたくつくたく全力で接客させてもらって、そこで多分ちゃんと自分の吸収しないと、ホストっていうのは意識してくれます。退入って、何日間でもいいんですか。いや、基本的にね、1日にしてる。あ、1日、うん、しっかりお店選びするときって、その点で混んでる暇だ、今日シャンパンめちゃくちゃ入ってる、酔っ払ってる人が多い日少ない日で選ばない方がいい。それは絶対日によるから、自分が行ったときたまたまかもしれないしってなったときに、一番重要視しないといけないのは働いてる従業員。
それを別に1週間見ても変わんないと思う。本当に働きたい人だけ来てほしいなと思ったから、まあ、それが一人でもよかったんですけど、まあ、あれだけ来てくれて、まあ、当日で4人今日から頑張りますだったんで、まあ、そんな店ないと思いますよ歌舞伎町で。